はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。またね、まあコクマロカレー、まあこれまあ98円くらいで売ってたんで、まあ買ってみましたね。レーズン入れるの忘れないようにしましょうね。ラムレーズンで、まあニンニクこんなに入れますね。玉ねぎ、じゃがいも、人参、まあこれマギーブイヨン、コンソメじゃないんですよ。マギーブイヨン。じゃあね、まあ作っていきましょうね。うん。厚めに剥いて構いませんよ。まあ、ちょっとね、凹凸があるんで、なかなかじゃがいもを選ぶのも難しいよね。なるだけ、まあ、下の方で映さないと、まあ、映んないからね。あ、消した、消えちゃった。じゃがいもいらないかなと思ったんだけど、はい、あとはクレーターの部分。どうしてもこういう部分があるよね。なかなか大変で、じゃあこれでどうでしょう。空洞ないですかね。あ、今回は大丈夫でしたね。よかったね。まあ大きめだからまた空洞あるのかなと思ったんだけど、まあ、火が通りやすいように薄くね。
こんな感じでね、水に浸して。よっ。ニンニク、このニンニクね、あまりまあホワイトロッペンってあったんだけど、こんな感じでちょっと古いですよね。まあ道の駅でね、まあ、買ったんですけど、ちょっと期待外れでした。まあ仕方ないよね。うん、みんなこの茶色になってる。玉ねぎは半分でいいかな。うん、こんな感じ。ちょっとここら辺きっと。先の方です。はい、下準備ができましたよ。レーズンもね、ここはね、まあ140円って書いてあるけど、まあ、もち豚、肩ロース薄切り、化粧、まあ、これをね、まあ、半分に切りますからね。まあ一般的には薄切り用は、まあカレーには使わないんだけど、もう高齢者世帯で、あまり丸々としたお肉は、まあ、消化吸収がちょっといけない感じになっちゃうかもしれないから、ほんの少しだけ
それではね、まあ行きましょうか。まあ、今入ってるねバターはね、まあ、四つ葉バターです。食塩不使用ってありますね。まあ、別に入ってても入ってなくても、ね、似たようなもんだと思うけど、まあ入ってない方がいいのかなみたいな。何から入れようかな。じゃあこちらのじゃがいもさんからいきますか。じゃがいもの量がこっちして多いと。バランスを考えて、人参や玉ねぎの量が極端に少ないから。でもよかったね、空洞になってなくてもね。玉ねぎ、人参、ニンニク、はい、お肉投入。早っ。EV 抜いてるだけね、まだ入れませんからね。こんなにしっかりと包んでやる。こういうのも機械で包むんだろうね。すごいよね。もうね、お湯も沸いてるんですよ。もうお湯いっちゃおうか。お湯投入。まあ
これも、まあ、3個かなって気がするけど、こんな感じになってる。4皿分だって、まあ、半分ね。今回はたくさんアクみたいなのが出ますね。こういった端っこにくっついてる泡ですね。ね、泡がついてるでしょ。そんなにね、まあ、気にしなければ気にならないんで。まあ、いいとしましょう。マギーブイヨン。少し早い気もするけど、グーいい。まあ、3つね、3つ。早っ。まあ、4つでもいいような気がするけど。4皿分で4つってあったよね。なんか4皿分ありそうだな。
まりね、まあ、粘性の高いカレーっていうのはあまりいいイメージがないんですよ。でいいよね。あ、レーズン、レーズンも入れとこう。前に忘れちゃったからね。あ、はい、このぐらい。そんなにたくさん入れてもしょうがないから。レーズン固まってる。はい、じゃあちょっと火を弱めて。この間に日本のご飯を、まあ、700ワットで1分半かな、少しここに開けとくんですよ。こういうのね、まあ、乾燥剤じゃないんですね。まあ、風味剤っていうんですかね。Do not eat。まあ、食べる人いないと思いますけどね。越後製菓。新潟産コシヒカリやって。完成です。ポークカレーです。いや、盛りますよ。どうでしょう。美味しくできましたかね。完成です。カレー丼ぶり。皆さんもいかがでしょうか。じゃあ試食します。ではね、容器の方に移しますね。置いてきちゃいました。
まあ写真はいいよね。まあ飲み物の方はね、まあなっちゃんですね。ちょっと入れづらい。このぐらいね。はい。じゃあまた顔を出しますか。なんで微妙にドアが開いてるんですか。じゃあいただきます。あ、もう少しかけてもいいかもね。じゃがいも。うん。オッケーオッケー。ニンニク。ニンジン。玉ねぎ。お肉、おいしいね。レーズン、カレーにね、レーズンの甘さがいいハーモニーですね。もう一回少し考えちゃおうかな。こんな感じ。贅沢だね。いちご製菓のご飯。うん、柔らか。それじゃあね、またすぐに動画アップしますからね。なっちゃん、あ、美味しいね。さよなら。